い、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、昨日は車作って遊んでましたけどね、向こうで、ね、この車たちね、車作って遊んでましたが、そんなことやってる場合じゃないんですよ。もう14日目のね、もうすぐ10時になろうかっていうところなんでね。はい。でですね、このね、オスミウムイン、これ、オスミウムインゴット。これをね、たくさん作りましたよ。たくさん作りましたって、本当はもっといっぱい作ったんだけど、これを使ってね、ブロックがほら、これ。これが作れるんで、ちょっとなんか強そうなやつがね、これ一番強いんじゃないのとか思うんだけど、多分わからんけど。で、これを使ってね、フェラルフォード用の今回拠点を作ろうかなというふうに目論んでいるんですけども、これね、めちゃくちゃ時間かかるのよ、これ、ほら。1個作るのに、まあ、インゴット、炭鉱も含めて、スチールもね、10個ずつ使うんですけど、1個作るのに2分かかるの。すごくない？ブロック1個作るのに2分22秒もかかるんだよ。10個作ったらね、20分かかるの。すごくない？たった10個作るだけでだよ。ということで、のね、作ろうとしたんですけど、めちゃめちゃ時間かかるんで、これ見てください。今すごい、123個作ったけど、これね、何を隠そう。このパソコン、7 days to die、ね、このね、もっとね、今ね、木曜日の10時半ぐらいなんですけど、昨日からずっとついてます、これ。昨日からずっとつけっぱなしです。はい。もうね、こんなのね、普通にゲームしてたらね、ゲーム内時間何日かかるんだよっていう感じなんで、クラフトかけたままタイトル画面に戻って、昨日からずっと放置してありました。はい。で、放置した結果、やっとね、123個できました。はい。で、今も123個でも、まあ、足るのかどうかよくわかんないけど、今一応ね、これ作ってます。炭鉱を。炭鉱ちゃんをね。で、これでもうちょっと、でも10個いるから、1個作るのにね、60個あったってさ、6個しか作れないんだよ。コスパ悪すぎるやろ。コスパも悪いし、工数めちゃめちゃかかるしね、時間がね、1個2分かかるからね。だからもうちょっと本体もっとたくさん作りたいんだけど、さすがにね、そこまでね、時間がないわ。時間がない。タイトル画面にして丸1日放置してたりしたんで、ゲーム内時間はほとんど増えてないんですけど、ね、ゲーム内のタイトル画面にしてるからね、ゲーム内の時間は増えてないんだけど、リアルの時間が持たないわ、そんなしてたらね。これ、例えば今70巻で7個作れるんですけど、これ7個作るだけで、ほら、もう26分もかかる。たった7個で。たった7個だよ。これで多分130個になるね。20分待ったらね。うん。まあ、そんなことしてたらね、大変なことになるんで、私も寝る時間がまたなくなってしまうので、とりあえずね、何かしら拠点を作ろうかなと思っております。迎撃拠点をね。うん。これ使って、あ、持ってきた、今。持ってかなきゃ。これ一回置いてみようか、これ。どんだけ強いんだろうね。ちょっと置いてみ、どんな、本当に強いのかな本当に強いのかどうかも怪しいんだけどね。強いんじゃないかなって勝手に思ってるだけでね。これね、本当に強いのかな。ちょっと、置いてみますか。あ、なんかかっこいい。色はかっこいいね。で、これ一応変わるの。バリアブル。あ、変わるわ。この辺のメニューは一緒かな？一緒ですかね。なんか丸い玉でも置いてみる？玉。球体1メートル。ああ。ああ、ね、ここにくっつけとく？こうやって。玉。この看板すごい壊されちゃったんだよね、ポールをね。これ強いのかね？そう、耐久値どんだけあるの？いや、置いてみようか、一個。もったいねえって言われるかもしれないけど。もったいないって言われるかもしれませんが。ピッケルで殴ってみる？あ、1、10、100、2万。2万か、なかなかだね。なかなかっすね。これちなみに、動画では触れませんでしたけど、これめっちゃ早くない？振るの。振るの早いと思いません？ほら。ね、これレベル上がってるからです。はい。スキルのレベルが上がったから。だからね、ピッケルはそこまで早いと思わないんだけど、ショベルなんかめっちゃ早いよ。ほら、ショベルこんなに早い。こんなに早く振れないからね、普通ね。うん、これ別になんかチートとかじゃなくて、レベルが上がったからこんな早くなりました。はい。いや、だからね、恩恵あるんだよ。その、何？
スタミナ消費が減るだけじゃなくて、フル速度もね、そんなの書いてなかったけど、なんか上がるみたい。うん、上がった。実際上がりました。はい。ということで、まあ、それはさておきですね。ちょっと時間もあまりないので、ちょっと何かしら作ってみたいと思いますね。はい。ではまた、完成したらお見せしたいと思います。はい。はい、というわけでできました。これ見てください。はい。もう時間がないからさ、だいぶ即席なんだけどね、大して深く考えずにまた作りました。はい。なかなか面白い、気持ち悪い感じになった。ほら。なかなか気持ち悪い感じになったよ、これ。これ、ほら。イボイボ。まあ、昔、ほら、なんだっけ。違うモッドでやってたね。ほら、この、はしごを登ってきてさ、ここでせき止めて、ここでモロトフで燃やすみたいなのやりましたけど、今回はモロトフじゃなくて、ブレードトラップ2機掛け。これね。ブレードトラップで登ってきたやつの首を跳ねてやろうかなと、思っております。はい。で、これでまた、落ちるかどうかわかんないけどね。これでなんか、ね、シャキシャキシャキンって言って、ブレードトラップが壊れた後、ここどういう動きをするかちょっと見物だなと思って、こんな感じにしてみました。はい。これ、私は走ればこう、いけるんですけど、ゾンビはなんか落ちるような気がするんだよね。あれで落ちてたよね。クリスタルヘルンの時はね。これで多分落ちてたんだけど、今回も落ちるかな、ちょっとわかんない。はい。で、多分真ん中のやつはね、壊れると思うんだけど、あ、でね、こっから上に上がっていけるように、こうなっております。こんな感じでね。はい。で、私、上にいようかなと。上にこのバッテリーバンクとか、バッテリーじゃない、ジェネレーターバンクとか置いてあるんですけど、で、一応、こっからね、直そうと思えば直せるんだよね。こっからね。で、一応ね、これ持ってます。持ってますってか、どうしようかな。まあ、斧は多分いらないんで、こんな感じになるかな。で、こっから多分直せると思うんだよね。直せないかな。届かないかな。届かないかな。届くかなと思ってこんな形にしたんだけどね。うん。で、ちなみにこの青いのがね、これオスミウムのブロックね。硬いやつ、2万のやつね。全部にはできてない。はい。ぶっちゃけ足りなかった。全然足りなかった。はい。こんな感じ。この辺はもう普通にね、レンガブロック、なんだっけ、コンクリートにはするかな。ちょっとわかんないけど。まあ別に壊れてもいいんだけどね。壊れてもいいんだけどね、別にね。うん。まあもう時間ないから、19時か。まあ時間ない。もうちょっとはあるかな。ちょっとはあるな。うん。で、最悪崩れちゃったらこっちに行って、ここでもできるよっていうね。これね。これね。これ多分向こうから上がってくると思うんだけどね。こうしたらね。うん。ただ、まあ、これはどうかな。微妙だね。これ殴りでやってもいいけど、ここオスミウムのブロックに変えたんで、めっちゃ強いと思うんだけど、ね、2万だけどね、ここね。うん、で、これは、いつものごとく、このバーが壊れたら、ここ扉が落ちるんで、孤立する作りになっております。はい。孤立しちゃう作りになってますね。うん。まあまあ、そんな感じかな。そんな感じですかね。うん。まあ、やってみようか。とりあえず、どうなるかわからんけど。すごい即席で作ったからさ、あんまり深く考えてないんだけどね。うん。まあ、とりあえず、まあ、ここからも行けるんだけど、こうね、私は上の方で待機してようかな、という感じですね。で、ここからモロトフも投げれるしね、投げようと思えばね。うん。モロトフ投げると、モロトフでブレードトラップが壊れるような気がしないでもないんだけど、まあ、よくわかんないけど、それは。うん。あと、まあ、一応ね、14日目なんですけど、鳥の対策は何もしてないですね。はい。鳥はでも多分来るだろうね。前回も来たもんね、1話か2話はね。うん、まあ来たら殴りましょう。はい。で、弾はもうちょっと作りたい。1400発あるけど、まあ1400発でいいかな。もうちょっと作りたいといえば作りたいけどね。うん。もうほら、オスミウムインゴットはもうなくなっちまった。ただこれがあるからね。スチールがあるから、スチールで直すよね、確かね。ブレードトラップってね。違ったっけ？あんまり使わないから知らないんだけど。あんまり直して使わないからさ。まあ、皆さんみたいになんかね、裏から直せるとか、そんな構造に、しないんで。そこまで凝った構造にしないんで、ほぼほぼ直したことないんだけどさ。なんか、スチールで直してたような気がするんだよね、多分ね。うん。で、一応まあ、まだ残ってるんで、スチールが230個ぐらいだっけ？230個ね。
残ってるんで、まあなんとかなるでしょう。これ木だよね。これ木だね。はい、ということで、じゃあ次回ですね、フェラルフォード、やっていきましょうか。次回多分土曜日の昼かな、土曜の昼公開ぐらいで。フェラルフォードまたあざといって言われるけど、今回あざとくないよ。今回真面目に作ったからね。今回真面目に作りましょう。だからどんな感じになるのか見たいって、ここのね、このこれがね、ルート認識は多分すると思うんだけどね、しないかな、わからんけど、これで途切れてる、このブレードトラップのおかげでルート切れてるかな、関係ないか、まあわかんないけど、やってみなきゃわからない。まあやってみようか。うん、まあこういうので煮詰めていってもまあいいんじゃない、別にね、わからんけど。ここにさ、ここに置いてもいいんだけどね、ブレードトラップもう一個ね、縦置きかなんかでね、こっちこう内側を歯にしてさ、内側を歯にして置いたらさ、多分こう、その歯のここに入ってことしない、ゾンビ多分しないかな。でこうザクザク縦にブレードが入ると多分多段ヒットするんじゃない、しないかな、シャリシャリシャリンってシャリシャリンってしないかな。わかんない、しないか。うん、まあいいや。はい、ということで、じゃあとりあえず今日はこの辺にしておきましょう。あれね、はい、もうあと1時間ぐらいか、やばいね。あれ作んなきゃいけないんだ、モロトフを作らなきゃいけないので、この辺で失礼したいと思います。はい、ということで、じゃあ次回フェラルフォードお楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。